新井先生にお越しくださいました。先生、今回は第10回シャドーボクス展のブロンズ賞をお取りくださいまして、誠におめでとうございます。 ありがとうございます。素晴らしい作品を拝見させていただきました。はい、まず受賞のお喜び、ブロンズ賞のお喜びをお聞かせ願いますか。はい、はい、あの作品はかなり作るのがテクニック的に新しく、もう考えに考えて新しい技術を自分でこう考え出して作った作品なので、もう本当に賞がいただけてこんなに嬉しいことはないです。いや、もう甲乙つけがたいあれだったんですけれども、本当に素晴らしい構造もたくさんありましたし、構図が難しい中で、この作品を完成させるのはお時間もかかったと思うんですけれども、はい、先生、そこら辺ご苦労がありましたらちょっとお聞かせください。あ、はい、そうですね、構想に1年かかり、制作に1年かかりました、はい、で、下のあの作品は宗教画ですので、イタリアのアスコリピチェーネの都市に教会の祭壇画なんですね。なので、そのあたりはリスペクトして、うん、で、綺麗にその元々の絵に忠実に再現したいと思いましたら、もう本当にいろんなことを考えまして、はい、どうやったら綺麗に表現できるか、はい、それとあと背景を消したかったんですね。そうですね、はい、その方が立体感出ますので、はいはいはい、ただそれをやるとなると一体どうしたらいいんだろうとか、うん、でとにかくラテン語の部分で幅はもう決まってしまってますから、はい、その下を入れることによって、うん、いろんな新しい技術を自分で考え出しました。あ、すごいたくさんのテクニックやったんですね、先生。はい、聖エミリウスによる舞台告知という、もう私のちょっと難しいタイトルで素晴らしいやったんですけども、やはりそういうインパクトのある題材を選ばれた時には、やっぱりバックヤードではそれを全部ご理解なさって、それから背景、はい、構成全部をご理解なさった上での制作期間ということですね、はい、素晴らしいですね、先生。もうお忙しい先生のにいつ作ってありますでしょうね。あ、もう本当に徹夜続きで作りました。先生が背景を隠すっていうふうにおっしゃいましたけれども、はい、シャドーボクスをやっている私たちにとっては、はい、いろんなテクニックがございます、はい、その背景を隠すっていうのはどういうことかしらっていうふうに思ってくださる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、要するに何枚かを重ねていくことによって手前に出るものがそうなんです、ダブってしまうんですね、はい、それを消すという方法を先生自ら考案なさって、先生らしいやり方で制作なさっていることで理解してよろしいでしょうか。あ、はい、素晴らしいですね。多分これまでにどの方もやっていらっしゃらないものを考え出してます、はい、すごいですね。ぜひそれはもう作品を見ていただければ分かると思います。本当ですね、図録を拝見した時でも、はい、わーすごいなと思ったんですけれども、ありがとうございます。やっぱり実際素晴らしい作品をまた額装の中で拝見するとよりやっぱり立体感とか、ワクワク感とか素晴らしさとかが伝わってくるものですよね、ご家族の方も、ね、お喜びやと思うんですけれども、はい、いや、それが実は12月に入って左目 の、はい、具合が悪くて、先生がですか。はい、はいはい、でちょっと失明の危機があるということで、はい、一旦もう作品どころではなくなったんですね。で最後もう少し手直ししたい部分もあったんですけれども、本当に左目を諦める覚悟を一回しました。失明は困りますし、はいはい、あ、それでもシャドーボックスは絶対やめないって、 それがもう、はいはい、心の支えでした。たとえ片目を失ってもとか思ってたんですけど、でも自業自得なんですけれどもね、いや、そんな大変なことを克服なさってまでの制作、思い入れがありますね、先生。そうですね、もういろんな思い出がありますね。受賞式も楽しみにさせていただきますので、先生また土曜日、はい、はい、受験の方よろしくお願い申し上げます、はい、今日は本当におめでとうございます、はい、ありがとうございます。